台湾の皆さん、こんにちは。夜遊びです。うわぁ、そういうことは聞いてますか？16万。聞いてますか？いや、聞いてなかった。じゃあ今聞いた時の、あの、お気持ちを教えていただけませんか？じゃあ、すごい、ね。すごい倍率になったんですね。16万。日本でも、そんなことあんのかなっていうぐらいのね。規模感で、いや、そんなにこう夜遊びを心待ちにしてくださってる方々が台北にたくさんいらっしゃるってことが本当に嬉しいですし、まあ、それだけたくさん期待していただいてるので、私たちも最高の時間を、最高のパフォーマンスをお届けできるように頑張りたいなと思います。完全に2人とも夜型ですね。ねえ、徹夜することも多いし、そうですね、うん、夜に活動していることの方が多いですね。特に制作期間とかはね、やっぱりどうしても没頭するので、朝までやってみたいなこと多いです。嬉しいですね。とても嬉しいなと思ってます。いや、でも本当に、自分たちが想像している以上に、たくさんの人に聞いてもらえているというか、日本を飛び出して世界中の人たちがアイドルを聴いてくれてることもそうだし、そうやって踊ってみてくれたり、こう自分たちなりの楽しみ方で、楽しんでくれてるっていうのは想像していなかったことなので、とても嬉しいです。でもちゃんとボロが合ってるね。え、すごい。ちょっとあの、嬉しいです。うん。うん、でもなんかすごい私たちのその語呂感にすごい合わせてくださってるのが、あの、すごいこう研究してやってくださったんだなと思って、うん、その熱意がすごい嬉しいです。うん、あいや、まさかね、こんなに、台北の皆さんが私たちのことをこう待ちわびて期待していただき、ていただけてるっていうのを、私たちもね、あの、発売するまでわからなかった部分であるので、うん、すごく、あの、嬉しい気持ちでいっぱいで、なのでしっかりまた、あの、自分たちの ZEP でのワンマンを超えて、あの、しっかりたくさんの今こう私たちに関心を持ってくださっている皆さんもにともライブできるような機会を、あの、大きな会場でだったりとか、含めてちょっとできたらいいなっていうふうに思ったので、その時にぜひお会いしましょう。その気持ちを切らさないでずっと応援してくれていれば僕らのステージも多分大きくなっていって会える確率も上がっていくと思うので、はい、ちょっとずっと応援しててください。大家好、ムッシー、夜遊び。